さあ、そしてバッターボックスには柳田が入っています。さあ、得点圏には先制のランナー、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。外れてますか。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。さあ、追い込みました。まあ、臭いコースなら手を出してくれますから、空振り三振。ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。